なんですけれども、実は、まあ、ハンターハンター好きな人だったらわかると思うんですけれども、12巻の表紙とすごく似ています。12巻の表紙には、幻影旅団のキャラクターが描かれていて、今回の36巻は、12巻の登場のね、幻影旅団が登場した時の、死んじゃったキャラクターっていうのがこう花になっているっていうことは、あのネットで、考察をされています。で、今回僕が注目した部分なんですけれども、この表紙をね開いたところ作者のコメントがあるんですけれども、こちらをご覧ください。それね、作者の富樫さんから、ネタバレあえてねっていうことが、笑い男さん、ただが携帯調子悪くて落ちちゃったわ、ごめん。36巻をですね、携帯がダメ、何度か読み返してみたんですけれども、このコミックスの内容に対してネタバレの要素があるようには僕には思えなかったんですね。で、ハンターハンター大好きでずっと読んでいて、週月ギリさん、ただが、トガチさんがあえてここにネタバレっていう書くのは、おばあさんさん、ワドツ、はい、ワドツ、表紙のこういう分かりやすいところにネタバレをするんじゃ、あちゃんさん、するようなことがないよなっていうふうに、はい、おかえり、思っていて、で、何度も何度も読み返したんですね。で、まあ内容にもネタバレの要素がない。で、一体この、 あの作者の富樫先生がネタバレって言ったのはどういった部分にネタバレがあるのかっていうのが、今回のメインの考察なんですけれども、俺は嘘つかない、まあネットとかで言われているのが、ファンの方たちはこの鼻の部分があの死んでいるから、まあどうのこうのっていう考察、表紙の部分で考察をしている人が多いんですよ。寒いね、ヒーター入れようね。僕が注目したのがこの終結ギリさん、私もスマホの調子悪くて、この背拍子の部分っていうのが、まあ幻影旅団の団長のクロロで、あとは新しく入ったそのキルアのお兄さんのイルミがこう後ろから見ているっていう部分が、この背拍子の部分に描かれてます。多分ね、その表紙に描かれている部分と、デニスはエガニエビビさん、さっきせっかくパフェ投げたのに、パフェ投げてくれたの、もう申し訳ない、多分受け取れてると思うんだけど、申し訳ないエビミ、申し訳ない、ごめんね、久しぶりにふわっち来たよ、ネットでは、ね、おい、テトいらっしゃい、いろいろあったんですけど、うん、僕ね、あの時に配信主稼げていける、いや、マツが立ち会うんです、考察しようか、俺の考え、正直言っていい、正直に、週月ギリさん、つまりイケメン旦那には泣かされたことないけど、初めて男、罪な男だね俺は、リリーありがとう、のんちゃんに甘いもの、のんちゃん今ダイエット中だから甘いものあげたら怒るもん、ご飯も食べない、うん、俺が美味しく甘いものを食べます。まあいいや、配信でこんなの続くわけねえだろって言ってる人は、見る目がない人だと思う。俺が配信者だからとかっていうのは抜きにして、うん、以前ほど投げ銭あるんだろうかって思ってるのは、多分テトさんがそうじゃなくないってほしいっていう、そのバイアスがかかってるので、これはね、この前説明したんだけど、ふわっちの売り上げ下がってると思ってるでしょ、テトさん。俺が3ヶ月前にふわっちのマンスリーでふわっちの取り分見た時、1ヶ月のふわっち運営の取り分3000万ぐらいだったの、1ヶ月。今ね、多分ね、1ヶ月の売り上げ1億円ぐらい。つまり3倍になってる。うん。そう。テトさん。ふわっちの運営からすると3倍。うん。これが現状。多分まだ伸びると思う。ただ、配信者個人個人、例えば俺が稼げるようになるのか、それとも廃業になるのかっていうのはまた別問題。つまり、配信会の売り上げ全体で考えると伸びてるのは事実。うん。だけど、俺個人が食えるかどうかは別問題ね、これは。っていうのが現状。いや、っていうかね、バレーのね、俺ね、冒頭の下りで牛丼食いながらやってる下りで、もうネタだよっていうアピールと振りはちゃんとやったつもりなの。ヒロさん、仕事すべき。牛丼食いながらさ、ちゃんとさ、そのネタ振りもやったし、その
カラオケのカラオケで歌ってて、いや配信者数ではないね、リスナーの数が増えてるのと、まあ配信者数も増えてるんだけど、あのリスナーの数が増えてるね、ふわっちに限って言えば、うん、で配信者の数は一番今第2回のバブルだと思うね。1回あったニコ生の時にあった配信者の黄金時代っていうのが復活した感じかな、うん、稼げるようになったからまた参入が始まったっていう感じ、うん、私が立ち上がるんだけど、あのね仕事すべきっていう考え方も多分おっさんだと思う。すっごい40代以上の古い考え方で、あの配信とか YouTube で稼いでる人は仕事じゃないって多分思いたいんだろうね、うん、だそうだよね、誰でも考えるよね。なんであの時にマッシュを殺さなかったのかなっていうことがずっと気になっていたんですよ。で普通あの原因旅団をこうひそかが全滅させるんだったら、あそこでマッシュを殺すはずなの。要はね、配信とか YouTube が遊んでるっていう感覚なんだよ40代の人。俺はこんだけ辛い仕事をやってこれくらいの収入なのに許せねえよって感覚の。であのね、ふわっちに至っては20万30万のレベルの人が多いでしょ。ヒカキンとか年商1億とかで稼ぐと、いや叩く対象じゃなくなるの。要は同じくらいの収入だからズルしてるっていうか、その自分の生き方を否定されてるみたいで叩いてるんだと思うよ真相心。俺絶対それはあると思う。例えば俺が配信やってなくて配信のリスナー側で、配信で自分と同じくらいの給料稼いでるやついたら、やっぱ気持ちは良くないもんね。多分それはあると思うよ。同じに見られてるわけですね。うん、要は俺はこんなに苦労してるのにお前はズルしやがっ て, っていう。終月リリさん、わかるわかる、うん、それあるかもですよね。だからもうバーンってと振り切って稼いじゃったらそうならないと思う、ね、これから出かけるのでまた来ます、うん、あちゃんさん、うん、のんちゃんがいつも通り後ろで寝てるの笑った、うん、また来てね、はいはい、うん、そうだから嫉妬の対象に今一番なりやすいんだと思う。マチっていうのはこのキャラクターですね。このキャラクターがマチなんですけど、ひそかはマチを殺してないんですよ。で今回のネタバレっていうのはもしかしたらこの部分にあるんじゃないかなっていうふうに、僕は考察しました。ネタバレというのは、まあ原料団はおそらく、まあ、ひそかなりクラピカなりに、殺されると思うんですけど、実はこれコミックスこうやって撮るとですね、マチが、これおかしいですよね。僕が思うに今回の、作者の富樫さんが言ったネタバレっていうのは、自分の放送を見てるの？なんで W？、まあ、今回違う、放送じゃない YouTube 用の動画の確認。マチは殺されないよっていうことが、うん、要はあのアップロードするデータにバグがないかをあの確認してるの。だから自分の話の内容を聞いてるんじゃなくて、あのバグがないかどうか。野生的な節制した発言で、サメちゃんぶち切れてたよ、わらわら。あ、そうなんだ。考察をしました。いや別にいいよ。なんでねこの部分に気づけたのかっていうと、僕漫画大好きで子供の頃からよく読んでるんですけれども、あの表紙の部分をめくると、実はあのイラストが少し変わっていたりとか、このコミックスのこっちの方でね、遊び要素をするっていうのは、終月リリさん、あのな、配信者が稼げるかどうかは、例えばふわっちならアイテムの数とかいう中グナらしい M 挟めるかどうかだよね。多かったりする部分、そうそうそう。テトさん、和田さんの YouTube 見てみたけど、かなり本格的になってる。ありがとうございます。違うなっていうことに気づいたんで、これはちょっと。マチは原因旅団の中で死なないっていうことがネタバレなんじゃないかなっていうふうに、僕は考察しました。皆さんはどう思いましたか？もしね、この動画を見てこのハンターハンター36巻に書かれてるこの部分のネタバレっていう部分で、このネタバレの部分が皆さんがどういうふうに考えているのかっていうのをね、ぜひコメント欄でね、あの僕はこういう風に考えているの、終月リリさんなってるよね、うまく省いてつなげてるので、ね、感心したわい。コメント欄に書いてみてください。一緒にハンターハンターの楽しめたらなっていう風に思ってます。ハンターハンターをねまだ読んでない、
リスナーさん、ぜひすごく面白い作品なんで読んでみてください。終月リリさん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう、リリ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ワド監督でした。うん、オッケー、アップロードしよう。何時に公開すんのがいいのかな。動画公開何時にしようかな。動画、今日の動画何時に公開しようかな。動画をアップロード、限定。終月リリさん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう、リリー、ありがとう。テトさん、夜7時ぐらいじゃない、仕事終わり、学校終わり、夕食終わりで落ち着く時間、飛脚金がアップしてる時間。あ、じゃあ7時ぐらいにしようか。夜の7時、19時かな、19時にしようか。19時、19時で、今日の19時、それがいいかもね、19時。6時にします。じゃあリスナーさんのアドバイスね。タイトルは、笑い男さん KP を10個プレゼントしました。あ、 KP ありがとう。終月リリさん、おいこら、黙って見てる閲覧者な、私がアホやと思ってるやろ。私は自己責任だと気づいたから、人生勉強だったから、それでいいのさ。バレーニョアットロビン軍団さん、急にどうした。
え、ここのコメントって関東コメントか、なんて言うんだっけ、ここのことを。コミックスのさ、1ページのさ、コメントってなんて言うんだっけ、関東コメントだっけ、なんて言うんだっけ、ここのこと、ここ自体の存在のことなんて言うんだっけ。これが裏表紙だよね、裏表紙だよね。誰かここのことなんて言うか知ってる？なんだっけ、関東コメントだっけ。バレーニョアットロビン軍団さん、折り込みチラシじゃね、折り込みチラシじゃない関東コメントだ、関東コメントだ、合ってるわ、関東コメントで合ってるわ、うん、あちゃんさん、見開き、見開きっていうのは見開いた時のこの2つのページで書くのを見開きっていうの、要は1万円になってるのを見開きっていうの、これ関東コメントだね多分、うん、週月リリさん、自分の行動は自己責任だよ。プレミアム花火勘定したら20万近く使ったけどな。それも自分で決めたことだからいいのさ。プレミアム花火勘定したら20万近く使った？え、どういうこと？そんなに使った？チトルリン、チトルシネさん、V の名前は袖らしいです。袖って読むの？袖？袖って読むの？関東じゃないのこれ。20万も使ったか？そんなに使った？マジで。週月リリさん、シドプレミアムでそんなに使ったよ。ありがとう、ありがとうね、リリー、うん、匿名取表口さん、煩悩大さん、週月リリさん、でもいいんだよ。ありがとう、ありがとう、煩悩大さん、週月リリさん、バカありがとう、プレゼントしました。ありがとうね、リリ。太栄養おしいちゃよきさん、おはよう。おはよう。おお、ちゃよき、おはよう。松平さん、お札を3個プレゼントしました。ありがとう松平さん。太栄養おしいちゃよきさん、いいねを5個プレゼントしました。いいね、ありがとう。メリンコさん、お札を3個プレゼントしました。週月リリさん、リリ、バーガーをプレゼントしました。匿名取表口さん、お札を3個プレゼントしました。ハイボールさん、引退は嘘なの？それとも週月リリさん、バーガーをプレゼントしました。バーガープレゼント、ありがとう。週月リリさん、嘘も本当も何でもいいんだよ。
秋月リリさん、他人の決めることじゃない。秋月リリさん、受け止め方の問題だよ。秋月リリさん、バーガーをプレゼントしました。バーガーありがとう。あ、延長します。バレーニョアットロビン軍団さん、正直な話し合いテムでどうこう言ってるアンチは羨ましいのと、自分が貧乏なことに対してのやつあたりだから言わせてればよいんだよ。大栄養惜しい。茶よきさん、え、引退、何か来てない間に何があったんだろう。エリさん、昨日鳥の爪切れた。あ、切れた切れた、エリさん切れた、結局切れた。笑い男さん、いいね、お10個プレゼントしました。いいね、ありがとう。いいね、ありがとう。ネタバレ考察。あちゃんさん、昨日のカラオケ配信はちゃわちゃして楽しかったな。楽しかったね。秋月リリさん、そうだよね、気にするな、みんな、私は金持ちだようだ。ハンターハンターネタバレ考察36巻飛ばし、ネタバレ芸能人、秋月リリさん、キング姫さんや、あちゃんさんや、笑い男さんたちとすごく楽しかったわ、ね、ハイボールさん、男が一度言ったら貫け、うん、次は俺からブロックする。いや別に今ブロックしてもいいよ全然いいよ。あのね、じゃあ俺からいつも言ってること、最近言わなかったけど一回だけ言うから、これ心に留めておいて、い何個か言うから、もう心のメモ帳にとどめておいて。いくよ、うん、俺はリスナーを選ばない、選ぶのは君たちなんだよ、うん、で OK、 君たちが俺を選んだんだよ、そこについては感謝をしてる。俺は俺を選んでくれてるわけだから。ただね、今から言うことよく覚えておいて、俺に期待をするな、俺を信じるな、うん、俺を信じるな、そして俺を疑うな、うん、信じることと疑うことっていうのは最も愚かな感情だから、わかる？信じる、勝手に信じたと思うから勝手に裏切られるんだよ、わかる？ただ見ろ、ただ俺と一緒に時間を過ごせ、うん、信じるから裏切られたっていう、疑ってるからね、何もかも嘘に聞こえるの。ただ見ればいいじゃん、ただ一緒にいればいいじゃん、ただ楽しめばいいじゃん。俺からは以上、うん、信じるな、疑うな、うん、で選んだのは俺じゃない、うん、ただそばにいて一緒に楽しもうっていう気があるんなら俺はとことん付き合っていくよ。で、あの楽しむ気がないんだったら、そもそもあのブロックするべき、最初から、うん、最初からそう、その最初からその見る態度じゃない、OK、 俺はただありのままの生活を垂れ流すだけだよ、うん、で気のいい仲間たちと一緒にやってくだけ、信じれねえとか言う時点で、信じれねえとか信じるわとか言ってる時点でおかしいんだって。宗教と一緒だよ。あちゃんさん、うん、同じかしこまり。オッケー。信じます。信じていきます。ついていきます。信者じゃん、これ。宗教と全く一緒なんだよ。
俺そういう信じなきゃいけない関係、疑わないと付き合えない関係嫌いだから、うん、俺のことは信じなくていい、俺のことそうかり疑わなくてもいい、うん、ただ思ったことを言って、思ったこと、ただの会話なんだから、うん、ハイボールさん、うん、あとホラ吹きの愛情、ホラ吹き？純粋に楽しむことだけ考えよ、うん、笑い男さん、そうだね、うん、終月リリさん、騙される方が愚かなのさ、一人ぼっちさん、しばらく見ないうちに閲覧減りましたね、それにふわっち自体の利用者も減りましたね、レーニョアットロビン軍団さん、ロキの一小説にもあるだろ、君水の信者、勘違いするな、教祖はお前だって、要は信じれるのは自分自身なんだよ、あちゃんさん、棒読みの発音 W、 終月ギリさん、閲覧者はな、量じゃなくて質、終月リリさん、バーガーをプレゼントしました、ありがとう、クロロルシルフルだったな、あちゃんさん、名言ですね、クロロルシルフルだっけな、クロロルシルフルか、ノリコアット銀河さん、雨で眠いよ、おはよ、まだ眠い、雨で眠いおはよういつも眠いんじゃねえかノリコアット銀河さん、バーガーをプレゼントしました、終月リリさん、そうだね、あちゃんさん、ソルティックか、ソルティック、ソルティック、イルミだっけ、アルカじゃない、イルミゾルティック、ボールさん、ホラ吹きさんはふわっちから消えてください、ソルティック、
チから俺のこと消す方法は簡単だよ。ふわっちさん、こりゃふわっち閉鎖も間近かな、うん、どう思いますか。だって俺はふわっち閉鎖しないと思いますね。バレーヨアットロビン軍団さん、リアル社会の常識でしか物事見れないなら、ね、ハイボールさんね、配信見ない方が良いよ。ふわっちから俺のこと消すっていうのは物理的に無理だよ。あのできることはハイボールさんがブロックしたら俺と二度と関われないから、俺のことブロックすればいいんだよ。簡単だよ。なんで俺をさ、ふわっちから引退させようとしてるのかよく分かんなくて、単純で関わりたくなかったらブロックボタンを押せば二度と俺がおすすめ欄に乗らないし、俺のこと気にならなくなるわけじゃん。だから本当に消したかったらハイボールさんが俺のことブロックすればいいんだよ。でしょ。そうしたら関わらなくて済むんだから、そうすればいいじゃん。終月リリさん、それは名言だ。金太郎はドリタイさん、お札を3個プレゼントしました。お札ありがとう。秋月リリさん、ハイボールさん、君は器の小さいやつだな。ジンジーさん、もう再会かよ、わら。
ハイボールさん、昨日の引退配信は嘘ですね。アイテムこじって恥ずかしくないですか？実機図監督さん、引退詐欺がひどすぎてしばらくはアイテム飛ばないよね。ふわっちの皆さん。シトルリン・シトルシネさん、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しい。西村博之。名言。あちゃんさん、風船ありがとう。プレゼントしました。ありがとう。ダンタ36本で捉えたのどう構成します。よっしゃ、動画アップロードしました。オッケー、終わったー、仕事終わったー、 YouTuber としての仕事終わったよ。バレーのアットロビン軍団さん、うん、アイテム振るごときもある意味才能だよ。少なくとも配信者なら持っておきたいスキルだと思うけどね。うん、シトルリン・シトルシネさん、お疲れ様です。お疲れ、終わったジンさん。ロハコとまだ付き合ってるの？ロハコさん死んだよ。ロハコさん死んだ、もうとっくに亡くなったよ。中月リリさん、では私が今から飛ばしてやるぜ。見て、ロヨアンチ野郎。お、あちゃんさんはド監督の1日アップして再生回数伸びそう。あと俺の1日、あ、いいよ。俺の日常、毎日起きて配信ポチって押して歯磨きながら、おはよう、あ眠い、今日何食べよっかなってずっとスマホに話しかけてるだけだよ。じゃあなんかやってあげようか今。俺起きるところからやってあげようか。起きるところから行くよ。じゃあ行くよみんな。こんなん動画にするの簡単だよ、俺の一日なんか。行くよ、見ててよ。もう別に話す何にもないよ。あちゃんさん、それそれみたいみたい。こうやってやって、こうやってやってて、あ、おはよう、あ始まったっつって携帯ポチッと押して歯磨きとか、みんなおはよう、おはよう、おはようっつってで、ブツブツ一日中喋って、引きの画面でパソコンに向かってね、いや今日何食べる、タバコ買いに行こう、何するどうするっつってポチって消して、お風呂入って、おやすみっつってこうやって寝るだけこうやって寝て、で次の日こうやって起きて、はいワドツおはようって言って歯磨きだから、あーつって、でなんか花火くださいっつって10時間ぐらい経ったらこうやって寝るの、こうやって
本当にただそれだけなんだって。俺の6年間ずっとそれだけだよ。あちゃんさん、わら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 。いや別にみんな見てる通りだって。本当にのんちゃんに聞いてこないよ。本当に起きた瞬間に携帯触っていきなり始めるんだよ枠を。で枠が終わったら本当に5分後には寝てるんだって。本当にそれだけだよ。ずっと配信やってるんだから。だからみんなからしたらなんだって起きてる時間配信やってるだけじゃんこの人。のりこに聞いてこない。本当にそれだけだから何にもやってないから。毎日毎日ひたすらそれを続けてんだよ。あと寝てるだけだよ。寝てるか飯食ってるか。最近飯も配信するようになったでしょ。だからトイレに行くときと風呂に入ってると寝てるだけだよ。ただそれだけ。ただそれだけ。のりこあと銀河さん、そうだよ。ねえ、のんちゃんバカありがとう。あちゃんさん、のんちゃんが一番知ってるね W。そう。本当にそんな感じだよね。ずっとそうだよね。ヒーローさん、お札、アイテムありがとうね。プレゼントしました。本当にただそれだけだよ。何にもない。終月ギリさん、のんちゃん幸せだね。のんちゃんはもっと寝てるだけだよ。さらにもっと寝てるだけ。もう今度じゃあやってみる。あのカメラで撮ってみる。いいよ、全然いいよ。まあ面白くならないと思うけど、のりこあと銀河さん、わらわらわら。ねえ、あちゃんさん、和戸さんからしたらそれだけかもしれないけど、一般人からしたら新鮮に映るから面白い。あ、確かにね。確かに確かに。あ、ちょっとそれでやってみようか。これはあちゃんと笑い、男さんと金魚姫さんとリリからのアイテムだよ。ありがとう、ありがとうございます。じゃあ身構えておく。終月リリさん、花火ありがとうございます。リリー、リリー、あちゃん、笑い男、金魚姫、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたく花火いただきます。ありがたす、ありがとうございます。アイテムありがとう。いいね、このリリの優しいところ、ここだよね。あの、私からって言わないで、あちゃんと笑い男と金魚姫とリリからだよって言って、ありがとう、優しいわ。あちゃんさん、リリちゃん、朝から花火ってありがとう。笑い男バーガー、ありがとうございます。バーガーを3個プレゼントしました、ね、ありがたいね、嬉しいね、うん、もう自分だけじゃなくてみんなね、その仲のいいリスナーさんの名前を言ってるっていうのが素晴らしい。笑い男さん、ありがとうね。ね、優しいよね。リリは本当に優しい。ありがとう、リリ。うん、ありがとうね、うん。腹減ったな。すき焼きやる？すき焼き食う配信やる？笑い男さん、カズワさん、ありがとう。バレーニョアットロビン軍団さん、俺が入ってないのが消せないよね。最近来ないから、出席率悪いから。リリちゃん最近のリスナーさんだから、それも結構そのね、あの配信ふわっちにたどり着くまで結構時間かかったんだよね、リリちゃん。もともと YouTube で俺のことを発見してくれたのかな。で配信のこと何にも知んないで、で DM でやり取りしてた。バレーの人否定できない、うん、1ヶ月2ヶ月ぐらい前にずっと配信外で DM で和道さんの生放送見てみたいって言われて、で DM でやり取りしてたの、何回も。そのどうやったらふわっち見れるようになるんですかとか、私も生放送参加したいってずっと2ヶ月ぐらい前から言ってくれてて、でダウンロードできないとか、ふわっちのやり方わかんないって言って、やっと見に来て、見に来れるようになったリスナーさんの。もともと YouTube でなんだっけ、のんちゃんの動画を見てのがきっかけだったかな、うん、ちょっと忘れちゃったんだけど、きっかけは
だから配信の文化自体を何も知らないの、リーちゃんは。純粋に応援してくれてんの。腹減ったな。ありがたいよ。ありがたいね。なんか長い付き合いにしたいね、みんなもね。そう、みんな長い付き合いにしたい。ああ、そうだ、バレーニョ、タムタムわかる？タムタム、タムタムわかるかな？わかる？タムタム、そのさ、ほら、いなくなる、まあレギュラー毎日見に来て毎日コメント書く人がいなくなるっていうのは慣れてるじゃん俺。でもバレーニョもそうだけど、だけどタムタム最近来ね。バレーニョとロビン軍団さん、ある？タムタムっていうリスナーさんなんだけど、ここでよくコメント書いてて、もうずっと1年ぐらいでいなくなってたの、ここ3ヶ月ぐらい。でまあいつものことが飽きたのかなっていう感じで、だからちょっとほら、あの捨て頃も来てくれてるし、ワンもツーも俺の中ではもうオフ会見てるでしょ、思い入れあるリスナーさんだよ。ワンは来てねえか。で最近来ねえなと思ってたら、昨日の引退配信あったじゃん、それがツイートに対して返信があって、脳梗塞で倒れてたっつって、なんか日本語の片言の言葉でワドやめないでみたいなこと書いてたから、なんか日本語おかしいなと思って、あ、たむたむだと思った。ワド助けてっつって、今度会いに行くよ俺、手法だけど、さすがに。だからね、ほんとみんなあれ、マジ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 、たむたむはもう、いやもうみんなでそれ話したらさ、えって、たむたむマジでっつって、そうで、ワド助けてってコメント来て、いや俺愛行くよっつって、なんかそのねなんつってやっけな、脳梗塞、なんか心臓も悪くなっちゃったみたいな、感染症で脳梗塞やっちゃったんだけど、それプラス今心臓の手術、心臓まで菌が回っちゃってっつって、うん、助けてって言ってて、まあ助けらんないけど、俺は医者じゃないから。チトルシネさん、おいくつぐらいの方なんですか？30、俺の1個上とかじゃなかったかな、なんか俺年下みたいに扱ってたんだよ。いやダムダムさーとか言って、そしたら俺和道より年上だよっていうのが毎回言われて、あ、ごめんごめんって多分ね、何個だ、 2個か3個か上なのか毎回忘れちゃうんだけど、すげえ童顔でいつも敬語で接してくるから、あの年下だと思ってたんだけど、俺より上、俺より上だ、ちょい上ぐらいだよ、ちょい上ぐらい、わかんない、またいや違うよ40歳だよとか言われるかもしれないけど、俺はね、あのリスナーさんの年齢ほとんど把握してない、もう名前と顔だけで精一杯。うん、友さん、人っていつどうなるかわからんね。いや本当だよ。あちゃんさん34歳ってまだまだ若いのに。いやだから、いやみんなが飽きていなくなる分にはね、全然いいんだけど、そんなのもう腐るほどいるし、勝手に嫌いになって勝手に見なくなったりとか、まあ別に彼女ができたとかそういうのは全然いいのよ、俺はもう慣れてるから、あの新しい人と出会いと別れを繰り返しまくってるから。アイテムありがとう。たださ、そのずっとよくしてくれて応援してくれてた人がさ、なあ、冠婚葬祭はくだらねえから行かないけど、見舞いは行きてえよな。ロハコさんの件とか荒野の件とかあるから、ちょっと行ってくるわ、みんな代表して。ずっとよくしてくれてたらあかんな、ちょっと行ってくるな。いやショックだよ、ショック。トモさん、会える時に会っとかないとね。いやそうだよ、仲間だもん、うん、毎日毎日俺に応援して頑張れ頑張れってずっと言い続けてくれてたリスナーさんだもん。それ助けてって言われて行かなかったらクソ野郎だろ。ちょっと行ってくるわ。今連絡取り合って日付どうするとか決め合ってるから、
まあ本人があと望んでるかどうか、あの会いたい、でも言ってたよ、あの俺がさそういう会いに行かないの分かってるから他のリスナーが嫉妬するよって笑ってた、うん、まあ、俺に、あ、俺会ってほしいけど、和道に会いに来てほしいけど他のリスナーが怒るよって冗談言ってたよ、うん、いやうん、俺が望むさん優しい、ね、どっと俺が望むのは俺が死んだらあれだな、無菌室とかに入ってるのかな、ちょっと分かんない、そこまでは状態分かんない、ただそういう会いたいとか助けてとかいうリスナーさんじゃないの。とロビン軍団さん最近見ないといえばダンボールちゃんどこ行った。ダンボールはねなんかもう飽きたって言ってた。この前チラッと来て、あのダンボールは YouTube にハマってるって、配信は飽きたって言ってた。だから多分水たまりボンドですよ。あれはただ水たまりボンドにハマってるだけだから、あんなのはほっといていい。あんなのは浮気してるだけだから。なあ 2,3 年したら帰ってくんだよ。YouTube も飽きたら最近どう？飽きたんだわ。いや飽きる飽きる。若い女は大体浮気すんだよ。うん、あんなのはほっとけばいい。どうせまたやることなくなってきたら俺んところ戻ってきて。その繰り返しだから。友尾さん、和田さんも体には気をつけてね。俺は地獄に落ちるよ、うん、俺は大丈夫だよ、のたうち回ってくたばってやろうと思ってるから。あ、でも俺は後悔ないから大丈夫。イカ娘さんよ、同じく、おはようございます。俺は本当に毎日悔いないから、やりたいことやらせてもらってるから大丈夫、いつ死んでも悔いはないから。ただ一個だけ死んだ後、みんなが集まって一回飲んでくれたら嬉しいな。多分たくみさんが仕切ってくれると思うから、一回どっかで集まって俺の悪口みんなで言い合ってくれたら、それで俺は満足かな。一回だけみんなで集まって、で俺の YouTube のチャンネルにそれアップロードしてよ。ミルキーさん10倍お札を3個みんなが来れる人東京に集まって、たくみさんが仕切ってくれるから、それ高見さんが動画撮るから、それ YouTube にアップするから、うん、それでいいかな俺は、うん、みんなが一回酒飲んで忘れてくれれば、で愚痴りまくってくれれば、あいつクズだったねっつって、それだけ遺言かな、うん、みんなが集まってね、俺の悪口言い合うっていう。友尾さん集まってる時にその場に出てきて話聞いてそう。そうそうだね、俺の墓場はだから YouTube のサーバーだから。バレーニョアットロビン軍団さん、おでこにこれでも貼っとけ。俺のサーバー、俺の墓は、墓参りするときは俺の YouTube 見てくれたら墓参りだから。そうそうそう、俺の墓だから YouTube 動画はアーカイブ、うん、それだけですよ。それだけ。あとはないな、うん、あとはないな、望むことは。いつ死ぬか分かんねえかな、ぽっくりな。
減ったな。アモモサイアンさん、すぐ死なないように貼っておこう。アモさんおはよう。いや、これで終わりにするわ、一回放送。ありがとね、みんな。ちょっと飯食って、YouTube のこととかいろいろ一人でしっぽり考えるわ。なんかお散歩でもしてくるよ。みんなありがとう、お疲れ様。今日のね、 YouTube の動画はね、あの夜の7時にアップロードしたんで、今回はハンターハンター漫画のことについて話してるんで、もしよかったら見てください。 YouTube グッドボタンを押して19時に公開するんで。お疲れ様でした。お疲れ様。ノリコアット銀河さん、お疲れ様。19時にね、プレミアム公開してるんで、19時にまた見に来てくれると嬉しいですね。あちゃんさん、お疲れ様でしたわ。ド監督の1日楽しみにしてるよ。あ、これ、それ企画ちゃんとねって、構成ねってやってみるよ。うん、だからその配信者がどうやって飯食ってるのかみたいなのも含めてやったら面白いかもしれないから。俺の一日をやるっていうよりも、配信者のその生活っていうのかな、そういう部分をなんかちょっとドキュメント風に撮ってみたら面白いかなと思うから、うん、企画自体はやると思う。ありがとう、いいアイデア、あちゃん。うん、あと皆さん、宣伝なんですけど、さっきも言ったんですけど、本当ずっとね、バンドをやってる頃から出たかったライブハウスね、新宿ロフト、夢が一つ叶えました。本当に本当に、皆さん見に来てください。ツイッターのトップに貼ってあるんで、会いに来て、みんな。これマジで俺にとってすごく大事な日になるから、皆さんロフト来てください。ツイッター見てね。お疲れ。